何？はい。おい。ああ。何？ああ。いや。何？あの。おう。
Or. すまない。
Ah!
Boy. Oh.悪かったな。
Yeah. Oh. Oh. しばらく寝てろ。 Shoot!
ああ。
Oi. É? Oi.
よし、開いた。
Oi. Huh? Yeah. Ah!
どうかしたか。え？そうか。それより上流、これから暇？またステイル行こうや。この前楽しかったし。ああ、いいぜ。ほな出発。お酒やお酒。あんたの方は仕事大丈夫なのか。ちゃんと終わらせてから飲んでるんです。できる女でやらせてもろてますんで。ふん、そりゃお見それしたな。上流もこのお店気に入った？ああ、いい店だ。ふん、せやろ。ネットワークの方は順調なのか？そりゃもう上流も大活躍やしね。評判を聞きつけた新規のお客さんがひっきりなし。お力になれて何よりだ。ただその割には浮かない顔をしてるな。え、そう？そんなことないやろ。無理強いはしないが、吐き出した方が気の晴れることもある。あんたの立場の難しさは分かってるつもりだ。そんな時は木のうろの出番じゃねえか。上流は案外お人よしやね。気になることを放っておけねえってだけさ。それがお人よしって言うんやって。おおきにな。はあ、上流が心配しすぎるからなんかハードル上がってるけど、ほんまに大したことないんや。そうなのか。前に上流聞いたやろ、赤目ネットワークなんか作って何がしたいんかって。ああ、うちな、ほんまは歌手になりたかったんや。歌手に？それがネットワークと関係あるのか。そう思うやろ。でも終わりなんや。もう何年前になるやろ。うちは裏社会とは何も関係ないただの田舎もんやった。歌手を目指して蒼天堀に来て、バイトしながら路上で弾き語りしてた。ネットに動画上げて CD も手売りしてな。そうだったのか。いつか誰かがうちを見つけてくれると信じてやっとったけど、誰も見向きもしてくれんかった。芸事で成功するには巡り合わせも必要だからな。フォローを機に。でもある時ホームレスのおっちゃんが一人うちのこと見かねて、やっと CD1 枚買うてくれたんや。お仲間も連れてきてくれて、冗談半分で赤目ちゃんはわしらが売り出したるなんて言うてね。気のいい奴らじゃねえか。うん、ずっと寂しかったから、そん時は思わず泣いてもうたわ。それからやな、あの人らとつながりができたんは。うちはバイト先で出た廃棄するお弁当をこっそり分けてあげて、ホームレスの人たちはうちの宣伝をしてくれて、そういうささやかなやり取りが積み重なっていくうちに今の赤目ネットワークが出来上がったんや。そういう経緯があったのか。じゃあ赤目ネットワークってのはもともとあんたのファンクラブだったってわけか。そうとも言えるかな。ネットワークのみんなのおかげで一時期順調に CD が売れ出してな、蒼天堀で結構名が知られるようになったんや。ほう。そしたらとあるホテルグループの偉いおっちゃんがうちの歌に惚れた言うてくれて、新しく建てるホテルのステージをうちに任せたいってオファーをくれたんや。順調に話が進んでるように聞こえるが、何か問題でも起きたのか？
はあ、そういうこと。そのおっちゃんのグループ会社にはいつの間にか妙な会社が紛れ込んどったんや。それが近江連合のフロントと気づいた時にはもう後の祭り。好き勝手しゃぶり尽くされてグループは崩壊しとった。当然うちのステージの話もおじゃんってわけや。そんなことがあったのか。なら近江には心中穏やかじゃないだろう。キャッスルの仲介役なんてよく引き受けてるな。しゃあないわ。この町で近江に睨まれたら誰も生きていかれへん。持ちつ持たれつの関係に持ち込めただけでラッキーや。仲間を守るためか。あんたは立派だな。生き残るのに必死やっただけやって。ちなみにな。ん？さっき言ったホテルがもし予定通りちゃんと完成してたら金ピカの大阪城になるはずやったんや。ん？どっかで見たことない？まさかキャッスルのあの城は。そのまさか。おっちゃんの作ってたホテルがいつの間にか船の上に鎮座しとった。ほんま人をバカにすんのもええ加減にせえって思うわ。うちの夢の舞台になるはずやったもん。まあそれがケチのつき始めで、だんだんうちの歌手としての人気も落ち始めて、逆にネットワークの方はどんどん大きくなっていった。そんでいつの間にか歌手の夢はどっかに行ってしもた。まあうちにはこっちが天職やったってことやね。青臭い夢を抱いてた時もあったっちゅうお話でした。笑わんといてよ。大人になったんだな。そういうこと。青臭い夢からはもう卒業したんや。今のうちは赤目ネットワークのボスや。ならその顔はここでだけにしておけ。部下に見せちゃしき。そんな情けない顔してる？ああそう見えるな。はあまだ大人になれて。成り行きもあったとはいえ、赤目ネットワークは今のあんたにとなら欲張っち。欲張る？仲間も守るし、あんたくらいできる女なら上流。これまでの苦労も知らんで。他人の特権だ。でもお気にね。やっぱり上流と話してると。そりゃな、本当に少しや。手厳しいな。ちょっと湿っぽくなってもうたからな。さ、気を取り直して飲み直すで。お手柔らかにな。なあ上流、ちょっと相談したいこと。相談？そっか。うん、前に話したやろ。うちむ、そん時は路上で弾き語りするのがめ、それを撮影して。ああ そんで
この前な、その上流は知らんと思うけど、大手の音楽事務所から。ほう、それで。今度新人発掘のオーディションをやるから参加するなら最低。つまり、そういうことなんかな。だが仕事の方はいいのか。赤目ネットワークはあんたがいないと回らないだろう。そうなんよね。あんたらしくね。両方なんとかしてみせる。そういえば前にも言うてたね。ああそうやね、確かに二度とないちゃなら。そうやね、上流に話して吹っ切れたわ。お安いで。オリジナルでも何でもいいからその場で一曲。なるほどな、大手の。ちょっと嫌なこと言わ。あかん、今から。おいおい、いやあかんわ、これ緊張がパッと解けるやつ。ライバルたちをジャガイモだと思ったらいい。どういうこと？ライバルだと意識しちまうから緊張するんだ。その辺に転がってるジャガイモだと思えば緊張しようもないだろう。そういうこと？いまいち。おいおい、人がせっかく。嘘嘘。ジャガイモはともかく、上流が真面目な顔しておかしなこと言うから。そん、よし、腹くくった。オーディション受けて歌手の道つかむし、ネットワークも守ってみせる。ああじゃあ、乾杯。上流。上流。助かったわ。ん？あんな？それじゃあ頼むわ。上流。どれにするん？あんな？バッチリ頼むで。上流。どれにするん？あんな？いや、上流。どれにするん？あのね、任したわ。上流。どれにするん？せやね。えらいこっちゃ。
だな。あんな？ああ、おい。ああ。ああ。その番だ。ああ、おい。ん？頼んます。いや。おい。おう。ああ。
おい。ああ、おい。死の番だ。どうす、うん、ああ、いや、うん、何、ありがとうな。
死に、しばらく寝てろ。
おい。あ？どつき倒したのか。しばらく待てろ。あの、いや、ああ、いや、ああ、お疲れさん。ん？あんな？任したわ。ああ。